ハローアースノイド、シントラドールとしてブラックナイツの一員の世界、に対する、ネットの反応をお送りするよ。運命最終局面ルナが笑顔を取り戻すために戦っていたシンが、最終決戦で自分を止めるためにアスランとの間に入ったルナを、俺よりアスランを選んだのかと勘違いしてパルマを自分に撃ったと思われていたが、修羅によってデスティニーごと回収されていてムーのように記憶を書き換えられる。シントラドールとしてブラックナイツの一員の世界、イングリッドは姉のように接してくれた優しい誰かを重ねていて、リデラードには無邪気な妹のような懐かしい誰かを重ねている。地獄だ。TP の守護者としてアウラに可愛がられてるんだろう。でもアコードでないどころか、コーディネーターとしても、血統書付きとかのエリートじゃない雑種の野良犬上がりよ。この子にあるのはジュランダルのお墨付きだけ。期待次第じゃ実力で黙らせてシュラあたりと友情深めそう。少なくともアウラからはまともな扱い受けないんじゃ。駒として扱ってくるかで変わりそう。虐げても意味がないから適当に放置してるだけだったら。シンなら大抵のことは自分でどうにか切り開きそう。アウラが、盟友デュランダルが目をかけてた相手なら優遇するわ。なのか、アコードじゃないから知らん。なのか次第。前者、他のアコードたちとも打ち解けるどころか訓練までして全員レベルアップ。自分たちのやっていることへの疑問を浮かべさせられる。後者、冷遇されるが実力で黙らせてアコードと仲が悪くなる。ファウンデーションのやってることに真自身が悩んで正気に戻りやすくなるってところかな。さすがはキラと同じく沼属性。家族愛も知らん奴らに弟もしくは兄ができてしまったか。リデラートにはいつもちょっかいかけられて小馬鹿にされるのを、イングリッドさんが止めてくれるまでセットでお願いしたい。名前を覚えてないけど赤い髪の兄ちゃんが可愛がってくれそうな気がする。サーベルの訓練とかじっくり付き合ってくれそう。小馬鹿にしながらなんだかんだ訓練に付き合ってる感じはするな。あれ、また沼りそうなの増えてね。シンへの好感度次第じゃ。何やってんだあいつは。出かけつけるはコードも中にはいるかも。なんやかんや言いつつブラックナイツ全員沼入りルートな気がする。シンが持ち前の妖属性お兄ちゃん属性&弟属性ムーブをブラックナイツ相手にどのくらいやれるか次第で色々変わってくる。記憶書き換え状態なら闇とか出てない状態だろうし。トラドール姉妹、言うまでもない。オルフェ。そもそもこいつはアナザーキラプラス限界メンタル状態だし相番沼るのは避けられそうも。シュラ、何度倒しても打ちのめしても向かってくるし強くなってる。面白い。グリフィン、普段は喧嘩してるがそれはそれとして他人がもう一方を低く見たらすごい怒る。ダニエル、うるさい、犬みたい母親が警戒してるから、俺が見張るの、めんどくさい、からの案外こいついいやつじゃね？リュウ最初は小馬鹿にしてたけど努力家なところや意外にも読書家なところに驚く。気づけば足が。アウラ、こやつやばくね。なんかわらわの子たちと打ち解けてるんじゃが。このままじゃアウラも真の母性に目覚めてしまう。アウラが母性に目覚めるのが先か、ブラックナイツたちの離反が先か。これはこれでアウラもアルフェたちも、真をこんな目に合わせた世界は間違っている。って考えで、ファウンデーション事変を起こしそうな。シンがいないコンパスなんて地獄じゃん。シンがいなくなってから1年、お姉ちゃんは死に場所を探して出撃回数の多いコンパスに入って、ずっと死にたい死にたい、シンがいない世界なんてなくなればいい世界滅べとか、私のせいでシンが死んだ。自殺してもその罪は償えない。戦場で、誰かに撃たれるまではとか言ってるらしい。どうしよう。キラさんもアグネスさんに言い寄られてめちゃくちゃ辛そうにしてるらしいし、本当にどうしよう。コンパスとファウンデーションの真争奪戦。コンパスの中にはシンアスカを返せというものがいるが、彼らに返したところで彼らはシンを戦いの道具としか見ないのだろう。私たちは違う。シンには、シンだけは自由に生きてほしい。彼の優しさを役目などで縛りつける気はない。ただ、疲れた時にお茶を入れてくれたり、に優しいご飯を作ってくれたりするだけで、私はそれだけでいいんだ。初めて、愛を知ったからな。あんな優しい子が二度と戦いになんて関わらなくていいようにモビルスーツなんかに乗らない世界を私たちが作るんだ。だから、このデスティニーは私が乗るんだ。ドケイングリッド、シュラ、真の乗ったデスティニーは私のだ。カルラなどいらん、私は今、デスティニーが欲しい。
オルフェ、フ、まったくいつから私はこんなに甘くなってしまったのか、お前のせいだぞ、シン。オルフェがシンに脳焼かれたな。とんでもないな、シン。個人的に、そう愛され展開って苦手なんだが、シンにはそういう展開もたまにはいいと思ってしまう。シンはブラックナイトスコードならぬ黒いデスティニーとかに乗るのかな。グリフィン、ブラックデスティニー、ダニエル、ダークデスティニーとか、リュウ、デスティニーのワールなんてどうですかね。シュラ、デビルデスティニーとかは。シン、デスティニー、レイブン、4人、かっけー。普段ダウナーなダニエルや敬語を崩さない優雅年頃の男子できてるのにちょっと和む。仲良しかお前ら。黒いデスティニーは中二病っぽくてかっこいい。キラノスとフリと真の黒いデスティニーで一戦交えてほしい。これはトラドール姉妹を見て幸福を感じつつも、何か忘れてる気がする、と疑問を抱いているシンアスカ。ファウンデーションに潜入捜査しにやってきたアスランとばったり出会ってほしい。偶然出会ったシンを見て無言で抱きしめてる時のアスラン。これは、夢なんだろうな。夢だけでも、もう一度シンと会えたことを喜ぼう。なんなんだあんたは一体、いきなり抱きついてきて。話せよ、気持ち悪い。変わらないな、お前は、変わってなくて、嬉しいな。お前がいれば、ルナマリアはあんなことにならずに済んだのに、俺が、お前を止められなかったから、すまない、シン。頑張れアスラン、あともう少しだ。シン、何をやっている、訓練の時間だぞ。は、少し待ちに行った時にシンらしき人物に会った、夢だと思うけど嬉しかった。どうしよう、ついにアスランさんまで壊れちゃった。あのミニスカ女とシンを合わせるわけにはいかんのじゃ。シンは我らの家族じゃからな。シンちゃん、シンちゃん、シンちゃん、シンちゃん。イングリッド、シン、どこへ行くの？私のこと、母上のこと、みんなのこと、嫌いになったの？お願い、私のそばから離れないで。シン、イングリッド、ねえ、さあ、ウーム、こんなこと言われたらシンちゃん逃げるの困難だぞ。寂しげに懇願してくるイングリッド、信じられないくらい美しい顔なんだろうな。ああ、どうしたらいいのだ。原作と一緒だ、イングリッドは、言って、って言うしかない。どんな設定にしようがおいたわしくなるイングリッドちゃんの不幸エネルギー。私だって寂しいよ、悲しいよ、お兄に会いたいよ。お兄、また、いつも見たく抱きしめてよ。ここのリデラードはいい子なので救いがあってほしい。はあ、シンが脱走した？イングリッドは何をしてたんだ？今日のシンちゃんお世話係はあいつだろう。え、記憶戻った。私たちと敵対する。え、別にいいもんね。シンなんて、所詮偽物の、偽物なんかじゃない。本物の家族だ。帰ってきてくれよ。もうズブズブじゃねえか。シンの前世を知っちゃったらそうなるよね。これどう転んでもまたシンのメンタルが粉砕されない？